えー、一般的に筋力で言えばトリプルエクステンションといって、えー、足首がもしくは膝が、えー、トリプルなんであと股関節がちゃんと沈み込んで準備段階があってインパクトでこの力をリリースする時のタイミングで伸びることでこれは、えー、例えば筋力のない、えー、ジュニアの子とかだとすごいあの分かりやすく。 本当にもう、ジャンプして体が浮くような選手が、実際、プロでも女子の選手だと、結構明確にもう、足が浮いちゃうぐらいジャンプする選手はいたりするんですけど、僕から見てると、100%出しきれてない人がほとんどなんですね、そのなんで100%出しきれないかといったら、ゴルフクラブの使い方と。 まあこいつの勘違いが僕は一番大きいかなっていう部分が大きくて、このゴルフクラブが回りたがっているものをまんないように使うとか、そうしてるんでやっぱりそのか体体硬いんだよって言ってる人でもそのか硬いなりの100%が何も出てない30、30%40% しか出てないんじゃないかって方がすごい僕はもったいないなって感じるんですね。体の体のちょっとした使い方のコツとか。 道具の使い方を知るとかそういった面からで十分ゴルフスイングっていうのは飛距離も伸びますしもう全然こう動き自体が一気に変わる可能性が高いので是非皆さんあのちゃんと道具の使い方と体の使い方それらをちょっとずつでもいいんでこの DVD をヒントにしてもらってえこういろんな練習をしてもらうとそれで随分変わると思うんですね。